はい、どうもドラキーです。 KOF98 アルティメットオンライン、実況やっていきます。で、今回このね、実況動画自体が、初めてでして、この動画が一発目の投稿になります。で、何話していいのかもあんま考えてなくて、多分ね、グダグダになると思うんですよ。で、皆様にこうお聞き苦しいこともね、聞かせてしまうこともあるかもしれないですけど、まあ、ちょっとね、多めに見てやってくださいね。で、なんで実況動画を撮ろうと思ったかっていうと、僕自身この育成をしてる内容のブログを書いてるんです。ドラキー帳っていうブログですけども、でその中に、アリーナの戦いとかもこう載せていて、 YouTube に載せていて、でいずれかはこういった実況動画もやっていければなと思ってやってみました。で、あとは、サークルメンバーの人が頂上決戦の動画を撮ってくれって、やってくれっていうことを言ってきたんで、まあ、それ頂上決戦の動画とかも撮っていければなって思ってます。で、僕自身頂上決戦ね、すごい好きなんですよ。珍しいですよね、クソゲーとかクソコンテンツなくなれとか結構言われてますけど、僕結構楽しみながらやってるので、まあ、その内容とかもこう配信できればなって思ってます。で、いざ今日ね、頂上決戦やろうと思ったんですが、お前誰やねんって、ドラキーって誰やねんって多分みんな思うと思うんです。だからまず今回一発目の動画では自分のことを紹介していこうかなって思ってます。で、現在この104サーバーでやっていて、戦闘力ですね、今3位にいます。で、アリーナこれ押しちゃうとね、他のユーザー出てくるから押さないですけども、アリーナがだいたい2位から、7位ぐらいですかね、こうぐるぐる動いてる状態になってます。で、周りやっぱね、創世トラとか、あと女子パーとかですね、リュウコもいますし、やっぱ創世トラが多いですね。で、その中でこの僕のパーティーですね、すごい珍しいと思いませんか？そうなんですよ、カメパーなんですよ、これカメ。しかもね、見てください、イグニスがいないんですよ。つまり創世じゃない、無創世、ただのカメパ、カメ5タイパでやってるんですね。じゃあなんでドラキーカメパでやってるねんって、思うと思うんですが、僕自身すごいね、防御型のキャラが好きなんですね、もともと。で、ゼロとかこうハオマルとか、育ててたんですが、やっぱりその防御型の強いキャラっていうのはカメ投資に寄っていって、まあ、気づいたら、カメパになっていたっていうだけの話です。で、そこに、もう一つ大きな理由があって、そのカメ投資の核のキャラクター、このネームレスですね、このキャラがガチャで来た時に、もちろん僕カメパやから取ったんですが、すごいね、弱い弱いって言われてたんです。中国とちょっと仕様が変わってね、UR 最弱とまで言われたんですね、一時期は。で、そんな、ネームレスをやっぱりこう育て上げて、ネームレスやっぱ強いやんけってこう言わせたかったんですね。なので結構僕自身にこう火がついたっていうか、ネームレスを育ててやろうってことで、カメパ、もうその時点でカメ、今後絶対にカメでやっていくって決めました。で、このなんでじゃあイグニスいないねんって思うじゃないですか。これちょっと話せば長くなるので、また また別の機会に話そうかと思ってます。で、キャラ紹介ですかね。マキシマ、まあこいつは特に紹介することはないです。 SR なんで、今7問開けてるってとこですね。あ、なんでマキシマ使ってるかというと、まあコスパですかね、一言で言えば。 SR なのにクッソ強いんですよ、マキシマ。すごい回復もありますし、固定ダメージもありますし、 SR にしてはもうほんまに強いって思って、別にネタとかじゃないですよ、ほんまに強いと思って使ってます。で、あとゼロですね。ゼロに関しては唯一UR で SMAX を、解放しているキャラです。もともとこのゼロを、ゼロメインで育てていて、もう絶対に SMAX もね、すぐに開けてやろうと思ってたんです。それには理由があって、このゼロの必殺、知ってると思いますけど、相手の防御力を吸収して自分の防御力にするんですね。で、それだけでもくっそ硬いんですよ、ガチガチになっちゃうんですよ。ただそれに加えて、このパッシブで盾があるじゃないですか。なので必殺で防御を固くした後に、パッシブで盾まで出すんですね。こんなに防御に特化したキャラってあんまいないんですよ。なのでやっぱりこのゼロすごい好きで、ゼロだけは絶対 SMAX すぐにやろうって思ってました。
ハオマルは今現在、正門を開けたところですね。結構割と最近開けたんですけども、時期に S Max にしようと思ってます。でもちろんネームレスも S Max にしますよ。でちょっとね見てほしいんですけど、この、ショップですね。これ見てください。今武器破片が1173個あるんです。で鍵が、13個、つまり合計でね1186個であるんですよ。これもうすぐ取れちゃうんですよ、 UR の武器。しかもね、なんとハオマルの武器が今来てるんですよ。残り3日間ねあるけど、で今回この機会にもう取っちゃいます。この、フグ毒の魂ですね、これ取って S Max を目指すんで、ハオマルはもう時期に S Max 開くかなっていうところですね。でネームレスは武器破片のイベントがこの間あったので、それで何倍だかな、40ぐらいあるんですよ今。あれ？こっちか。これね、今40個あるので、残り60個を、武器箱ですか？イベントあるじゃないですか。あれで、購入して揃えようと思ってます。で確実にね、今月そのイベントが来ると思ってますので、まあ、時間の問題で S Max 解放、できるってとこですね。はい。で、アッシュに関してはね、ちょっとね、お恥ずかしいことなんですけども、まあ、自分で言うのも、なんですけども、アリーナこう上位勢にいながら武器がないんですよ。見てください、3キュロットマックスついてないです。なかなかいないですよ、アリーナ上位勢で武器持ってないっていうのは。これなんで武器取ってないのかというと、もちろんこのダイヤを、ケチった節約したっていうのもあるんですが、もともとアッシュすごい火力が出るキャラ で武器なくてもまあいいかなって見切ったんですね。要は見切って、もちろんこのね S Max にしたらもうクッソ強いんですよ。これも LR やし、もちろんここまでいけばもうすごい強いんですけど、やっぱ LR の S Max っていうのはすごい難しいし、ちょっときついなって思って、もうアッシュに関しては武器見切りました。多分今後も取らんすね武器は。でミスター空手、これ最近取ったキャラで、このミスター空手取った理由はもちろん亀投資っていうのもありますが、もう一つ大きな理由があって、さっき言ったようにアリーナ上位勢って創生虎が結構多いんですね。で僕のライバルにしてる人たちも結構やっぱ創生虎の人で、まあ、テリーがねすごい強い、テリー2003、あれもうみんな知ってると思いますけど、クリティカルすごいじゃないですか。でどうしようかなって、対策できひんかなって思ってたところ、このミスター空手のねリュウコランブ、この技が敵全体のクリティカル率を 16% 減少させて、攻撃力が最も高い敵は 32% 減少。この、必殺の繰り下げですね、この能力がすごい欲しくて、その大きな理由ですね、能力が欲しくて取ったっていうのもあります。まあ、あともなんせ見た目かっこいいですからね、まあ、僕リュウコじゃないですけど、やっぱ見た目もかっこいいから取っちゃいました。で今結構もうLR2 体入れてるので、今後はもうあと本能いおりだけ考えてますね。それでは多分取らないですねって感じの、カメパでやってます。あとストライカーは、レオナ ST レオナと、安定のアテナですね。アテナ強すぎやろっていうぐらい強いですよね、回復で。最近先月キャッチャーで UR ゲイニッツが出てきたんですけど、これもねすごい迷ったんですよ。ダイヤかかるし、どうしようかなって思ったんですが、もともと実はねこの僕のこのミスター空手の前にいたキャラがゲイニッツやったんですよね。でミスター空手を取るとゲイニッツ2軍行きになるじゃないですか。でそれはもうやっぱりねすごいもったいないなと思って、でそんなタイミングでキャッチャーできたので、もうこれはもう取るしかないかなって思って、で初めての URST ですね、ゲイニッツ入れました。強いですよ現実も、って感じで、今カメパーでねやっていきますので、ちょっとグダグダになってますよね。やっぱり何話していいかなかなか難しいもんですよね。って感じでやっていきますので、今後も、動画の方配信していこうと思ってますのでね、頂上決戦とか攻略情報とか育成状況ですね配信していきますので、よろしくお願いします。
で、ブログもね、ドラキー帳っていうブログもやってるので、まあ、気になった方、暇な方とかはね、ちょっと覗いてくれればありがたいですね。で、動画の方も気に入ってくれたら、チャンネル登録とかしてくれたらすごい嬉しいです。で、今後もやっていきますので、ね、今回はこれで終わっておきます。はい、ご視聴ありがとうございました。